ガキがいるぞ。ガキをさらえ、オスがぶち倒せ。6世間の一人でありながら聖帝サウザー様に逆らう裏切り者めが返り討ちにしてやがる。なんと聖剣。乱世に散り己の星の宿命に生きる、なんと六星剣の一人。人は私を盲目の刀匠と呼ぶ。お前も乱世に野望をかける男か。なんと乱れる時、北斗現る。俺を倒そうという人間には全てこの剣で答えるのみ。ならば答えてもらおう。なんと白露剣奥義、幽玄章。この構えは気配が読めぬ。盲目ゆえ私には貴様の剣に対する恐怖はない。恐怖は人の気配となり、敵に容易に間合いをつかませてしまう。これぞなんと六星白露剣の神髄、烈脚空武。この剣を交わしたのは貴様が初めてだが、どこまで逃げ延びられるかな。お前たちは北斗神拳が何故一子相伝の最強の剣法かを知らない。それを教えてやろう。これは貴様、なんと聖剣を。相手の剣を己の分身となす北斗神拳奥義、水泳神。何疑念が避けることが目の見えぬお前には恐怖であろう。もはや俺との間合いもつかめまい。なぜ今の一撃でとどめを刺さぬ。ならば聞こう。なぜお前の技には殺気がない。さすがだ、ケンシロウ。すまぬ。ただあなたの力が知りたかった。